カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことなら、もう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東条会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。
悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います、四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？何だと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃、東城会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで？牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り、東城会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね？やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東条会が殺したのか、ローの息子？刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東条会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東条会と西王会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東条会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな、おい。兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東条会内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば、西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東条会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東条会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴、ちょっと、ええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、いけんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だが、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。
なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。それじゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Yeah!
しばらく寝てろ。いらっしゃいま。ありがとうございました。いらっしゃい。キリュウさん、準備はもういいんですか？よかったら夜まで少し休んだらどうです？ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。牢のところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。その面、ボコボコにしたると。四代目、牢と会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだったビルだ。牢はそこで待ってる。桃源郷？あんな場所に牢が。何か問題でもあるのか？まあ、あの建物の中に入ればわかりますよ。4代目はあの牢に何て言われてまた会うことになったんで？登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはねえ。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も4代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ？あそこは前とは様変わりしてますね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えばここだな、桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚ね場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、世良三代目が死んだ後、登場界の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。
若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうですよ、四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目この先に通路がありますよ。この壁。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。
お、なんという味だ。
キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。染谷、お前らとローはもともとグルだった。アジャガイを焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ、話は後でいくらでも聞き出せる。
俺も牢を殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いてえわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんなやつだろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマー張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！どれ？
これが堂島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたか、それとも老さんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東条会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕、岩見恒夫だ。岩見恒夫、クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見恒夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、老さん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって？俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒夫にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、老さん。四代目。桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。田塚のことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。達川はなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？
あいつがやった西洋家への裏切りってのは何だ。残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。なんだと。もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ。なんでお前にそんなことがわかる。まさかお前は遥のことも知っているのか。私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ。あの子の父親は一体誰なんだ。多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、桐生の兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった。清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんが春人を連れて姿消したって。広瀬の親分が春人。どういうことなんだ。俺にもわけわかんねえっす。もしもし兄貴、聞いてますか。すぐにだ。
ありがとうございました。ありがとうございました。桐生の兄貴、待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか？何か新しく分かったことは？今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ、なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ？ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんなローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高城の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を？ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いもおやっさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか？大丈夫です。今は本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴。ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、まずはモレノに向かってつかさえ。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押しとったら、相手が本気じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。おう、
そこの踊りら止まれや。兄貴、あんならは本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。Thank you.
のに行きましょう。いちいち小柄な連中を相手にしとったらキリがあれやせんで。なんだよおっさん。おっさん強そうじゃねえか。ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。なんて強えんだ。悪かったよ。俺あんたについていくからさ、許してくれよな。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れて行くとこ見たんか。何にしても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろスナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅんか。うん、それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。
カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして。染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。どうしたのその格好。もう
あんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた、俺よりずっと年いってんだから。私のために。どうして？キヨちゃん、あのソメヤとそがなことが。ナグモくん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。ソメヤとはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、ソメヤは聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、ソメヤはその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんならこのバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんちゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したる。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。
勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。なんじゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなですわ。そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリュウの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前らは他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くって、そが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。ママ、親分の携帯あるか。ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。
いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。桐生の兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんですけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやさん鍵持ってねえんだっけ。そういや、事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある、行ってみる価値ありそうじゃ。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか。ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか。ん、親分の知り合いの方ですか。ああそうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました。いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか。いつものことですよ。あ、そうじゃ、ん、どうした。親分に先月のつけ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。豆腐いかがですか。あの、そこの方、豆腐いかがですか。うん、いや、悪いが間に合ってる。そんなこと言わずにお願いしますよ。うちの豆腐、結構絶品ですよ。いらないと言ってるだろう。一丁だけでもいいですから、お客さんが買ってくれないと。俺、しつこいやつだな。ん、お前まさかポケサーファイターか。え、あれ、もしかしてカズマくん。久しぶりだな。初めて会ったのってあれバブルの頃だから、もう30年前くらいになるのか。もうそんなに経つのか。カムロ町でお前とポケットサーキットで遊んだこと、ついこの間のように思い出せるぞ。不思議とそんな感じがするよ。あの頃は楽しかったな。いや、でもカズマ君、ずいぶん老けたね。全然気づかなかったよ。お互い様だ。お前だって昔あった覇気がなくなってるぞ。ああ、
そうかな。まあ人は変わるからね。でもまさかこんなところで再会するとは。豆腐屋をやっているんだな。ああ、引退した後しばらくしてから実家の広島に帰ってきたんだよ。そういうカズマ君は広島には観光かい？いや、ちょっとした用事でな。しばらくはこっちにいる。そうなのか。じゃあ今度時間があればゆっくりご飯でも。はい、ダディ。ん？ダディ？紹介するよ。この子はサキト、俺の息子なんだ。ポケサーファイターに子供が？お前、あの頃は童貞だったのによ。それは言わないでおくれよ。ダディ、この人は誰？Who is this dandy man？ このおじさんはね、お父さんの昔の遊び仲間さ、カズマくんっていうんだ。カズマおじさん、はじめまして。Nice to meet you。 Nice to。 なんかすごい子だな。びっくりしたかい？家庭の方針で毎日英語教室に通わせていてね。英語教室？あれ、そういえばさきと、今日の英語教室はどうしたんだ？それは…ん？こんなところにいたの？マミー、早くしないと英語教室に遅刻しちゃうでしょ。マミーの負担を増やさないでちょうだい。But…でも…口答えしないの。いい、さきと、時代はグローバル社会なのよ。英語くらい喋れないと落ちこぼれて、ダディみたいなしがない豆腐屋になっちゃうわよ。ソーリー、マミ、僕、英語教室に行くよ。わかればいいのよ。それじゃあ行きましょうね。あなた、これ以上サキトに悪影響を与えないでくださいね。それに道草食ってる暇があったら、一つでも多く豆腐を売って学費を稼いでちょうだい。ああ、悪かったよ。ごめんよ、カズマ君。恥ずかしいとこを見せちゃったね。いや、今のはお前の奥さんか？なかなかきつそうな人だったが。そうだね。でも優しいところもあるんだよ。彼女は息子のサキトを立派な大人にさせるため気を張っているんだ。俺みたいな大人になったら大変だからね。そんなことはないと思うが。それじゃあすまないけど、そろそろ仕事に戻るよ。カズマ君、久々に会えて嬉しかった。しばらくこっちにいるならまた顔を見せに来ておくれよ。ああ、わかった。豆腐売るの頑張れよ、ポケサーファイター。ありがとう。やあ、カズマ君。毎度ありがとう。またよろしくお願いします。時間食っちまった。なんだ、誰かに見られている。気のせいか。
なんだ問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ。わしはここのお墓守りをしとるじじい。原因はあんたも。あんた、地元のもんじゃ。まあよそもんは。そうか。ええんじゃ。ここに出る亡霊たち、海の男はあんたが。いなんだと。海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。ドルキリュー、こがんとこにおったんか。ふん、一人でええ度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。
すまんど、今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ、はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。舛添を知っているな。あいつは今どうしてる。舛添のおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染め屋と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。舛添のおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ、キリュウ、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってる。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のことを誰から。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間
スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか。ええー、かわいい子じゃった。そうか、わかった、助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか、本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。
まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。コシミツたちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢のこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キリュウさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。